さあポップサイドファイナルラウンドに駒を進めて1チームが決まりました。との対戦相手を決める対戦参りましょう。セミファイナルベスト4セカンドバトルです。まずは去年12月に行われました日本大会フォーマーアクションとの戦いを制し、この場に到着、日本代表として登場するのはブルーコーナーから登場 K& グッジョン・グースコーYes! K& グッジョン青コーナーにフードドリングイン、クスコに拍手よろしく。さて、そのクスコに対するのはポップサイド第2のバトルゲストの登場です。ポップク&ポッピンゼロ KOGSまずは両チームガチに握手を行っております。さあね、それではいよいよ残り一つとなりましたファイナルラウンドの枠、その枠を掴むのは果たしてどちらになるのか、その戦いそろそろ参ります。それではバトルサイド、こちらボトルターンでファーストムーブを決めましょう。オーライ、ファーストムーブ、レッドコーナー KOGS、いきたいと思います。それでは参ります。Digibots, are you ready?オーライ、いくぜ!ポップサイド、ベスト4、セミファイナル、セカンドバトル、ブルーコーナー、クスコー、バーサス、レッドコーナー、KOGS、Ready, Go! come on.
すぎるスキルを展開してくれました。ありがとうございます。さあ、ということでこちらいよいよラストセミファイナルバトルとなります。このポップサイドの第2バトルです。ファイナルカード最後の一つを決める戦い参りましょう。勝ったのはブルーコーナークスコか、それともレッドコーナー KOGS か、参りましょう。3、2、1、ジャッジ。ブルー5枚5対0、こちらクスコおめでとう。いやー、ということでこちらまたまたね、日本チームの勝ち上がり、日本代表でですねここに勝ち上がってまいりました。おめでとうございます、こちらクスコ。イエー。